日本の現、岸防衛大臣が、記者会見で、最も興味深い発表があった。近未来兵器レールガン開発に、65億円の予算を明言した。今回は、この近未来兵器レールガンを詳しく見ていきますね。日本も、あと一歩のところまで来ている状況なのか、アメリカさえ断念している、レールガン開発を続行。注目するところは、大型化が、叩きになっていることです。日本の開発内容を一緒に見ていきましょう。2022年1月11日、日本の現、岸防衛大臣は、記者会見において、来年2023年度から、レールガンの開発を本格化させると述べ、同兵器は、すでに、2022年度予算でも、65億円投じられており、2029年度での実用化を目標とすることが決定している。レールガンは、ガンとは言うものの、従来の一般的な火砲と異なり、火薬を用いて、砲弾を発射する仕組みではなく、ローレンツ力と呼ばれる電磁気力によって、それを行い、長射程、極超音速の撃兵器となることを期としている。すでに、自衛隊の兵装を研究している防衛装備庁において、テストでは、レールガンから、秒速約 2300km、つまり、マッハ7に相当する速度を記録しており、この実用化に向けて、大きく舵を切ったと言える。レールガンは、いわゆる砲身の内部に、2本のレールを平行に配置し、これらに電流を流すことで、砲弾に相当する物体を電磁力によって射出する兵器であり、原理、構造的には、かなりシンプルな作りであると言ってよい。そのため、アイディアとしての兵器構想は、かなり古くより存在し、日本を含む世界各国で研究されており、すでに、第一次世界大戦時には、実用化に向けた開発が進められていたが、当時の技術力では、それは実現していない。大きくは、砲弾部分と砲身部分の摩擦の発生を解消できなかったこと、必要とされる電力が、レールガン、一門あたりでも莫大であったことが、その理由だが、その課題のため、以後しばらくの間は、顧みられることはなかった。しかし、1960年代に入り、かつて、1830年代に、マイケル・ファラディが考案した、単極発電機を使用することで、レールガンは再び注目され、1980年代に、アメリカが推進した、SDI 計画によって、その動きは加速していく。アメリカの SDI 計画は、当時の人気 SF 映画にちなんで、スター・ウォーズ計画とも称され、宇宙空間の衛星軌道上で、早期の警戒監視を担う衛星、レーザー兵器やミサイルを搭載する、攻撃型衛星を配備する、壮大な計画だった。これは、当時激しい旧ソ連との冷戦状態に置かれたていたアメリカが、旧ソ連からの大陸間弾道弾による、自国への攻撃を緩和するために打ち出した計画であり、多層的な大陸間弾道弾の迎撃体制を目指したものだった。宇宙区間は、ほぼ真空であるために、空気抵抗を考慮せずとも、良いことや、同時に、太陽光を、大気のある地上よりも、効率的に、エネルギーとして利用できることから、宇宙空間で運用する兵器としての、レールガンの有用性が高まったと言える。ただし、1991年に旧ソ連が崩壊し、第二次世界大戦後に長年続いた冷戦体制が終焉を迎えると、それに比例して SDI 計画も縮小され、物理的な火砲との費用対効果や、やはり電源確保の困難さから、レールガンの開発は頓挫した。ここからも明らかなように、レールガンの実用化には、現実的に、電源をいかに確保するのかという点が、大きな課題として、
絶えず横たわっており、これが今に至っても解消すべき最大の問題点となっている状態である。それでも、近年のアメリカ海軍では、主として水上戦闘艦の火砲や各種のミサイル類、航空機から運用する誘導式の爆弾類を、それらより低コストで代替できる可能性を模索する一環として、レールガンの研究を行っている。ただし、この研究で試作されたレールガンの最大射程距離は 200km にも届かず、日進月歩で長射程化が進む地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルに対して、それを凌駕する距離からの運用は不可能と判断された。ことに、ここ最近、中国やロシアで実用化が進んでいる地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルは、射程距離で約 1000km 以上、飛翔速度も、音速の5倍以上となる極超音速を実現しつつあり、水上戦闘艦への実装をアメリカは断念したと言える。これも、レールガンを水上戦闘艦に搭載するには、必要となる膨大な電力を供給する電源を確保できないと、アメリカ海軍では判断したものだが、一応日本が開発するレールガンは、陸上設置型が基本という相違点はある。これは、水上戦闘艦にレールガンを搭載するよりは、電源確保という、問題に関しては担保されていることを示してはいるが、果たしてそれだけで有効な兵器となるかといえば、懐疑的な声の方が多数派のように思える。というのもアメリカ海軍でも、レールガンをミサイル防衛の一手段として検討はしてきたと言えるのだが、これは、従来の大陸間弾道弾のように、大きく放物線を描いて飛翔する、着弾位置の推測が、比較的容易なケースを想定していたものだ。しかし、近年では、大陸間弾道弾であっても、ロシア製のイスカンデルのように飛翔する軌道を、変更可能な種類のものが登場しており、なお、かつ、これは、音速の5倍以上の極超音速を発揮するため、レールガンでの撃は極めて困難だと見られている。日本の防衛装備庁によれば、試作されたレールガンの砲弾は、秒速2300メートル以上、マッハ7弱で射出されるというが、この速度でも、200キロメートル離れた目標に到達するは、約1分以上が必要な計算となってしまう。こうした数値を考慮すれば、陸上設置型で、ひとまず電元供給には問題がないと仮定しても、アメリカ海軍ですら断念した軌道を変えつつ、極超音速で飛翔する兵器を遠距離から正確に迎撃できる、レールガンを日本が独自開発できるのかは疑問だろう。一方で、北朝鮮は2022年に入り、この1月だけで、5日、11日、15日、17日の4日で、合計6発のミサイル発射を強行しており、現、岸防衛大臣が冒頭のように、レールガン開発への予算拠出を述べたのも、これに対応する政治的な対処の一環と思われる。この時期に、北朝鮮が過去に類を見ないペースでミサイル発射を強行した背景に何があるのかは定かではないが、中国、北京で開催される、冬季オリンピックや韓国の大統領選挙を睨んだ牽制策ではないかなど様々な意見がある。北朝鮮の発表が事実だとすれば、5日と11日に発射されたミサイルは軌道変更が可能な極超音速タイプであり、中国やロシアに続いて最も政治的な交渉が困難であろう国が軍事的に対処することもまた、困難な兵器を手にした可能性がある。北朝鮮が極超音速兵器の開発を表明したのは昨年2021年1月のことであり、同国の軍事的な技術の
水準や期間から考えて、これがすぐに実用化されるとは考えず、雷が、最も身近な韓国国防部も、5日のものは、マッハ6に達しているとは認めているようだ。加えて、韓国では、11日のミサイルは、マッハ10に到達した可能性を示唆し、警鐘を鳴らしてるが、これは、額面通りに、その飛翔速度を捉えるべきというよりも、韓国側が、政治的に、北朝鮮の脅威を強調するために利用しているとの見方も、一部に存在する。そうは言っても幸いにして、近年では、国家同士が、実際の武力行使に至るまでには、かなりの障壁があり、そこに至らぬようにするために保有している兵器の力を誇示して、均衡状態を維持することが、半ば常識と化している。それを考慮すれば、日本が、レールガンの開発を打ち出したことは、政治戦略上からは、あながち間違いとも言えぬ牽制行為であり、ここで稼いだ時間を利用して、今後の防衛施策に、実際に有効な装備を検討すべきだと思えてならない。今年に入り、F2 次期戦闘機のエンジン開発が加速しています。日英 IHI 社とロールスロイス社の共同開発で、お互いの優れるパーツ群を組み合わせ、最強のエンジンが今年中にも誕生する見込みです。今回は、この、X 通信新の実験結果で生まれた XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。新進の実証実験で最強のステルス戦闘機が生まれます。これは日本のみならず、日米英でも急務の開発となっています。どんな機体になるのか楽しみですが、それまでは F-35 や F-2、F-15 戦闘機に頑張ってもらいましょう。航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発について、最新の進捗を伝えるものは少ないようだ。次期戦闘機開発といえば、ここ1年では、2020年12月に、三菱重工業社を開発の主幹企業とし、その配下に、エンジンを、IHI 社、機体を、スバル社、電子機器類を、三菱電機社、富士通社、NEC 社等の国産各社が担当する体制だと見込まれてきた。ただ、その時点でも次世代戦闘機が分類される、いわゆる第6世代戦闘機は、もちろんのこと、現時点で最新鋭の F-35 ライトニング2等の第5世代戦闘機の単独開発経験もない日本は、戦闘機技術の支援先に、アメリカのロッキード・マーチン社を挙げていた。この時点では、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などの現行の最新鋭機を有する、ロッキード・マーチン社が、
その技術支援先の候補に選ばれることは、半ば必然という流れだったが、一抹の不安の声もなかったわけではない。次世代戦闘機開発に向けては、日本が自国主導の開発方針を明確に打ち出すまでは、現状の F-15 イーグルや F-35 ライトニング2などと同様に、海外勢の戦闘機を検討したこともあり、その中には、県のロッキード・マーチン社も含まれていた。ロッキード・マーチン社は、日本の次期戦闘機計画に向けて、自社の持つ第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2をミックスさせたような機体を提示したとされ、一時は、この案が有力との見方もあったとも言える。しかし、結局は、このロッキード・マーチン社の提案は採用されずに終わり、日本側が自国主導の開発方針を譲れない条件として堅持した結果だと受け取られており、あくまでロッキード・マーチン社には技術支援を仰ぐものとされてきた。ただし、日本側とロッキード・マーチン社との技術支援に関する内容も、そこから遠からず、正式な契約に至ると見られながら、2021年11月末時点では確定したとの情報もなく、あくまで選定段階に止まった形が続いている。こうした中で、次世代戦闘機でコアとなるエンジン部分を担当する IHI 社は、すでに、それに向けたプロトタイプのエンジン、XF9 を1機、2016年6月末に、防衛装備庁に納入を済ませており、この量産化は確実だと見られてきた。IHI 社は、段階的に、次世代戦闘機用エンジンの開発を、防衛装備庁と共に進めており、まず、2010年から2015年にかけて、主要な構成要素の研究として、エンジンの中核を構成する高温化に耐える、燃焼機や高圧タービンに着手した。そして、次にこれと一部同時並行する形で、2013年から2017年にかけて、これらエンジンの中核部分に加え、ファン周りや低圧タービンの研究を行い、次世代戦闘機用のエンジンの基礎となる開発を推し進めていった。IHI 社は、2015年から2019年に最終段階として、それまでに得られた研究結果をもとに、プロトタイプのエンジン、XF9 を組み上げ、この中で、前述のように、一機のエンジンを、成果物として、2018年6月に、防衛装備庁に納入済みである。納入されたプロトタイプエンジン、XF9 を用いて、以後は、実際の性能を確認するテストが、防衛装備庁と、IHI 社の共同で、2020年7月にかけて行われ、その過程で、同エンジンが、世界的なレベルに照らしても高水準であると報じられた。この XF9 は、全長が約 4.8 メートル、入り口の直径が約1メートルで、これは、現行の F-15 イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズであり、大型の双発戦闘機に向けたものとなる。防衛装備庁と IHI 社の性能テストで XF9 はアフターバーナー作動時に最大推力15トン以上を発生し、同未作動時でもそれは11トン以上と F-22 ラプターが搭載するプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンに匹敵する数値となった。XF9 はこうした高い推力を発揮できることに加え、燃焼機の入り口付近の温度は、1800度もの高温に耐えるもので、当該部分のパーツの素材や、その加工技術と耐久性が、プロトタイプとはいえ、高い水準にあることを示した。こうしたエッグ、SF9 の性能やスペックを考えた場合、十二分に量産化して次期戦闘機に搭載することは可能だとして期待する声が大きく、若干は一人歩きした感もあったが、
等の IHI 社からは、あくまでもプロトタイプであるとの冷静な声も聞かれる。そこでは、コンプレッサーや燃焼器、それらに用いる素材やその加工技術など、コアとなる要素の技術的な面では、到達すべき目標値達成が見えているとしながらも、量産化する際のクオリティやスケジューリングなど、管理面の課題が指摘されていた。それでも、現行の F2 戦闘機の開発が行われた時点では、日本はエンジンを国産化できる技術力を有しておらず、結果として、アメリカの F-16 ファイティングファルコンを土台とする、いわば、改造に近い開発を強いられた経緯がある。これを考慮した場合、アメリカから一部をブラックボックスと課された機体として開発された F2 戦闘機は、その後の仕様変更等について、日本独自の自由度が低く、その意味で、決して満足のいくものではなかった。これゆえに、IHI 社による XF9 の開発に寄せられる期待値も大。きく、日本の航空業界の悲願ともいえる戦闘機の自主開発の実現に対し、今後の防衛装備の方向性を占う上からも、非常に高い関心が寄せられている状態だと言えた。ただし、2021年の6月に、イギリスのロンドンで開催された G7、先進7カ国首脳会議のタイミングで、日本とイギリスの間でトップ会談が行われ、そこから日英両国共同での戦闘機エンジンの開発が行われる模様だと報じられる。具体的には、イギリスが主導して実施中の第6世代戦闘機テンペスト計画で、同機のエンジン部分を担当しているロールス・ロイス社が、日本の次期戦闘機のエンジン開発にも参画してくると予想した報道だ。こうした内容は、朝日新聞等で2021年7月上旬に報じられており、日英が共同で戦闘機エンジンを開発することで、双方のテンペスト次期戦闘機にそれを搭載し、単独開発よりも量産効果で開発コストの低減を目指すという。また、将来的には、そこで、テンペスト、次期戦闘機用に開発されたエンジンは、イギリスが、テンペストの海外輸出を獲得した場合、日本も、副次的に、その恩恵に預かれる可能性も示唆されているが、これは少し早計だろう。現時点では、先に挙げた、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援についての契約も締結されておらず、ここに、新たに、イギリスのロールス・ロイス社も加わるとなれば、次期戦闘機の開発の自由度への影響も懸念される。また、この2021年11月には、イタリア空軍の高官である、ゴレッティ参謀長が、ドイツとフランスが主導する第6世代戦闘機、FCAS 計画とイギリス主導の、テンペスト計画の統合を提唱しており、その行方にも、注目が集まっている。もし、この提言が実現するような事態となれば、かつてのヨーロッパ諸国のユーロファイタータイフーンをもしのぐ採用国数。機体生産数となる可能性も大いにあり、その点からも、続報に留意する必要がありそうだ。
航空自衛隊の F-15 戦闘機は、日本が長年使用している機体になります。しかし、この F-15 戦闘機には、長年の老朽化問題と巡航ミサイル搭載するのかとの話もありましたが、巡航ミサイルは、白紙へと撤回され、F-15 近代化改修の雲行きが怪しくなってきました。今回は、この F-15 戦闘機に搭載するはずだった、巡航ミサイル AGM-158C、ルラスムを中心に見ていきますね。543億円の予算が計上されていますが、この予算も、どこまで信用できるのかわからん。昨年末の2021年12月には、日本の航空自衛隊で、主力戦闘機の座を担い続けている F-15J イーグルにとっても、同機への近代化改修をめぐる複数の関係各所の動きが報じられ、慌ただしい年の瀬になったように感じられる。まずは、クリスマスイブであった12月24日に防衛省が発表したもので、F-15J イーグルのライセンス生産を担う三菱重工業者に対し、不正に過大な請求を行っていた商社、昇進者からの中払い金の返還の件があった。昇進者は、東京都中央区の日本橋に本社を構える1947年に設立された輸入商社であり、同社ホームページの会社情報によれば、社員数65名で、2021年3月期の売上高は62億3000万円だと記載されている。同様に、事業内容には、1輸出入業務、2製品の販売、3サポート、およびサービス業務、4製品開発の4点が挙げられているが、アメリカをはじめとする航空関連企業より、それらの部品を輸入、三菱重工業者や観光庁への納入を手掛けている。これらの中で、三菱重工業者がライセンス生産を行っている、F-15J イーグルに関して、昇進者は、主として、電子戦関連の部品輸入を行い、その納入を行っていたが、ここで、不正に過大な請求を行っていたことが、2020年12月に発覚していた。この事実を受けて、防衛省側では、昇進者に対し、2020年12月から2021年9月までの間、指名停止処分を行うと同時に、過払い金7億4000万円と、延滞金2億円の合計9億4000万円の返還を命じ、これが、2021年の12月24日に確認されたという。ひとまずは、F-15J イーグルという、主力戦闘機の防衛装備品にまつわる不正が、適切な会計処理に正されたという部分では、歓迎すべきニュースだが、昇進者は、今後も、社内のコンプライアンス体制を強化し、同様の事業を継続する模様だ。個人的には、日本の防空任務を担う主力戦闘機での、こうした不正な行いに関しては、延滞金2億円を含む合計9億4000万円の返還をしたとはいえ、いささか軽微な扱いに過ぎるのではないのかと思えてならない。例えは悪いが、陸上自衛隊の各種の機関銃をライセンス生産していた住友重機械工業が、なんと40年以上にわたって、5000丁もの機関銃の耐久性等のデータ改ざんを行っていたことは大問題となり、同社は、同事業からの撤退を決めた。これも、何ともお粗末というか国民から、すれば許しがたい背信行為ではあったが、陸上自衛隊の機関銃よりも、F-15J イーグルの方が、日本の防衛力そのものに対して占める割合は、かなり大きいと思えるだけになおさらである。さて、本題に戻れば去る2021年12月30日、アメリカの国防総省は、F-15 イーグルの開発元である、同国ボーイング社に対して、スーパーインターセプター、
プログラムと呼ばれる近代化改修の開発契約の許可を与えた。このスーパーインターセプタープログラムは日本の F-15J イーグルに向けたもので、日本円にして総額約544億円弱の費用であり、同機への AGM-158C ルラセム空対艦巡航ミサイルの実装を日本側が断念してたどり着いたものだ。AGM-158C ルラセム空対艦巡航ミサイルはアメリカのロッキード・マーチン社が生産を行っているが、この航空機運用の場合に最大で 800km とも言われる長射程に、日本側は注目 F-15J イーグルへの実装を志向してきた。しかしアメリカでは自国空軍の F-15 イーグルにこれを実装する計画がなく、海軍の F-A18E、F スーパーホーネットや F-35 ライトニングにしか対象としていなかったため、その統合に関する費用は日本が負担するしかなかった。このため、当初、日本側では2018年時点で AGM-158C ルラセム空対艦巡航ミサイルの導入に要する初期費用を約800億円程度と見込んでいたのだが、これが蓋を開ければ約2400億円と大幅に増加してしてしまったのだ。日本はヤムムクの F-15J イーグルでの AGM-158C ルラセム空対艦巡航ミサイルの運用を断念し、これを除く形でアメリカ側と同期の近代化改修費用を協議した結果、総合計額を約3970億円とすることで合意した。この金額もアメリカ側の提示額は総合合計額で約3980億円だったとの報道もあり、なんとかそこから約10億円分を交渉の末に譲歩させることに成功したとされているのだが、正直あまりインパクトのある数値とは思えないだろう。このあたり、もう少し日本側の手柄をアピールしたいのであれば、大きな金額を提示しても良さそうなものだが、これまでに公表されてきた金額との整合性もあり、なんとかこのラインに止めたと見るべきなのかもしれない。これが今回アメリカ国防総省がボーイング社に与えた契約のスーパーインターセプタープログラムとなっており、ようやく F-15 イーグルの近代化改修の実現へ具体的に踏み出すための第一歩となったと言えよう。スーパーインターセプタープログラムには、レイセオン社製の新型レーダー AN/APG-82V1、イギリスの BAE システムズ社製の統合型電子妨害システム EPOS、ロッキード・マーチン社製の空対地ミサイル JASMAR 等が含まれる。こうした F-15J イーグルへの近代化改修、スーパーインターセプタープログラムについて、アメリカ国防総省は、スケジュール的には2028年中での対応完了を目指すと述べており、今後はこの進捗にも留意が必要だろう。航空自衛隊の F-15J イーグルはようやく予算上からおよその当初の計画よりは2年ほど遅れて近代化改修が施されることになったが、その後の初期作戦能力を宣言するまでの時期は現時点でも明確化はされていない。初期作戦能力とは、IOC、イニシャルオペレーティングキャパビリティの略語であり、主にアメリカ国防総省での用語だが、当該兵器が実戦投入に耐えうる必要最低限度の状態に到達することを指している。そのため、今回の F-15J イーグルの例では、スーパーインターセプタープログラムを機体に施すのみでなく、その機体を運用可能な訓練やメンテナンスまでを習得している必要があり、ハード面の準備に止まらない。航空自衛隊が F-15J イーグルの運用を開始したのは1981年であり、
今から40年以上も前のことになるが、今回のスーパーインターセプタープログラムが施されるのは、ライセンス生産で中高機にあたるズムシップと呼ばれる機体である。F-15J イーグルのズムシップ機は、同機の総生産数の213機のうち、およそ100機程度だが、約半世紀にもわたって運用が続けられた F-4J ファントムとまではいかずとも、同機もかなり長期間の収益を続けることは間違いない。かつて F-15J イーグルが収益を開始した1980年代には、この効果で世界最強との呼び声も高かった同機に対して、批判的な勢力からは税金の無駄遣いとまで言われていたが、今もそうした批判は変わらない。一部の左翼系の勢力が F-35 ライトニングにはアメリカに高額で押し付けられたと同じような主張しているのも、ある意味ではこれだけ周辺の軍事環境が激変しているにもかかわらず、相変わらずだなと思えてならない。海上自衛隊の最新鋭ステルス護衛艦のし、ロが進水式を行いました。今回は、こののしろ護衛艦の特徴について見ていきたいと思います。今後の海自の構図を変える護衛艦とも呼ばれ、期待されているのしろは、一体どんな艦艇なのでしょう。海上自衛隊の藻が、2型護衛艦の3番艦が、のしろと命名され、2021年6月22日進水式を迎えました。ちなみに、護衛艦には、川の名前が付けられるようですね。最上は山形県の最上川ですし、のしろは、秋田県の農大川に由来するものでしょう。さて、最上型護衛艦ですが、ネームシップである1番艦最上は、2021年3月に進水、2番艦熊野は、その前の2020年11月に進水しています。熊野は、和歌山県の熊野川から取った名前ですね。現在では、4番艦のみ、熊まで進水しています。この驚異的な建造スピードを見ても、日本の底力を感じていますね。能代のサイズを見ていきましょう。基準排水量3900トン、満載時の排水量5500トン、全長 132.5M、全幅 16.3M です。エンジンに、ディーゼルとガスタービン併用の機関部を採用しています。合計すると、7万馬力のパワーで、最大速力約30ノットと言いますから、かなり優秀ということがお分かりですね。海自では、ジッパ一からげに、護衛艦と呼ばれている水上戦闘艦ですが、外国艦艇の区分に当てはめると、
能代を含めたもが、味方は、フリゲート艦に相当するとされ、駆逐艦とコルベット、排水量1200トン前後の艦艇の、ちょうど中間に位置する、艦艇という区分に入るそうです。ここで、海上自衛隊の護衛艦を見ていくと、も、が、味方より、金剛型、アタゴ型、マヤ型が有名ですね。これらの艦名は、山にちなんだ名前ですね。山の名前を冠する3種類の艦艇は、弾道ミサイル防衛という役目があり、その目的のためにイージスシステムを搭載しているのです。もともとは、アメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦が土台となっているのが、金剛型などというわけです。確かに、イージスシステムを積んだ艦艇と比べると、能代は小型サイズですが、小回りの利く多目的艦艇ですから、将来的には、海自の主力を担う艦になるだろうと、期待されています。その証拠に、22隻ほど建造予定と言われているのです。イージスシステムというのは、アメリカ海軍が開発した、艦載武器システムのことです。陸のイージスと、別名のあるイージスアショア設置問題などがあったので、聞き覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。海自内の区分として考えると、前述のマヤ型などは、DDG、ミサイル護衛艦、出雲、型などは、DDH、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれますが、も、が味方は、この呼び名ではなく、新しく FFM という艦種記号が用いられることになります。この FFM という艦種記号は、フリゲート艦という意味の FF と、嫌い、マイン、多用と、マルチパーパスの M を組み合わせたものと、されています。名は体を表すというようにもが、味方には、嫌いの付接、除去機能も備わっています。またもが、味方護衛艦には、新たな時代の艦艇にふさわしい省力化が推進されています。先輩にあたる、阿武隈型護衛艦は、120名の乗員定数でしたが、それに比べると、30名も少ない乗員総数になっています。そのうちの1割ほどに、女性自衛艦配置を想定しているとも言われます。省力化かね、ジェンダーフリー時代に対応しているということでしょうね。打測ですが、阿武隈も、福島県から宮城県に流れる阿武隈川に由来する名前です。人手不足が言われてから、久しい日本社会ですが、それは自衛隊も同じです。も、が味方護衛艦については、慢性的な定員不足に悩む、海上自衛隊にとって地味ではありますが、非常に重要な要素とも言えましょう。それと合わせて、同型艦の艦内仕様をすべて統一することによって、乗組員が、複数の艦艇に乗務可能となりますから、効率化も図れることになると思われます。単純にのし、よなど、もが味方のサイズですが、毎級である阿武隈型の2倍近い大きさですが、乗組員数では、逆に、3割近く人数を減っていますから、運用効率に優れていることが、お分かりでしょう。も、が味方の特徴ですが、敵に発見されないことステルス性能を強く追求したデザインになっています。個人的な好みとしては、近年のフリゲート艦がステルス性を追求しすぎた結果として、世界中どれも同じようなデザインになってしまったので、かつての艦艇のように、それぞれの国の特徴が感じられなくなったことが残念な気がします。能代の兵装ですが、手法として、62口径5インチ単装砲1機、近接防空ミサイルシーラム、対艦ミサイル防御システム、1機、4連装17式艦対艦誘導弾発射塔2機、3連装 HOS-303、水上発射艦単魚雷発射艦2機などを装備しています。
また、MK41VLS、MK41 垂直発射システムを16セル搭載できるようですが、いろいろと課題があり、後回しになっているとか。この MK41VLS が装備された時には、今までより、射程距離が大幅に伸びた艦対空ミサイル、艦対艦ミサイルが搭載できるようになりますし、敵と最前線で対抗できる戦力として、期待が膨らみます。従来は、もっと小型で、専用の掃海艇等の任務であった、機雷戦任務をもが、身型が実施可能になっていますし、OQQ11 型機雷専用ソナーシステム、および、機雷捜索用と排除用の2種類の無人機が、運用可能になっています。機雷の敷設、および、除去能力は、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の島嶼部を防衛するために実装されたものと考えられています。特に、この島々は、中国が、頻繁に、侵入や違法操業を繰り返す海域ですから、防衛は必須です。能代は、機雷による、海上封鎖を破ったり、逆に除去して、日本側が上陸する際のサポートなどを行うことが期待されます。近年の艦艇にはほとんどありますが、能代も、艦後部に、ヘリコプター用甲板と格納庫が備えられています。また、艦載機としては、SH-60kg ヘリコプター1機を搭載していますから、様々な哨戒任務も可能になっています。ステルス性が高く、自分の存在を知られることなく、敵を監視できるという性能のある能代は、なかなか優れた使い勝手の良い艦艇ではないでしょうか。なんだか、F2 次期戦闘機開発は、第6世代へと変貌しているような感覚にある。無人戦闘機やレールガン搭載など多岐にわたって、日本政府は、開発を急いでいる。12式誘導弾改め戦闘機版も改良中。今回は、次期 XF9 エンジンの使用を詳しく見ていきますね。イギリスのロールス・ロイス社と IHI とでの共同開発。実証機を先に開発するみたいです。楽しみですが、時間があまりないこれは、イギリスも同じことなんですよ。2021年12月22日にかねてより報じられていた、イギリスと日本との戦闘機用エンジン開発事業の共同実施が正式に発表され、日本の防衛省とイギリスの国防省が同時に来年2023年からの開始を表明した。これは日本が現在運用中の F2 戦闘機を代替する機体である次期戦闘機について同機に搭載する
その機関部をイギリスと共同開発することを意味しており、今年2021年中頃より、その可能性が囁かれてきたものである。具体的には、イギリスでの第6世代戦闘機、テンペスト計画でも、機関部を担当する同国のロールス・ロイス社が、日本の IHI 社と共同で、両国で使用する新型戦闘機用の機関部の実証機を開発することが報じられている。イギリスのロールス・ロイス社は、報道に向けたコメントの中で、日本の IHI 社と新型戦闘機用の機関部の実証機を共同開発することを、双方にとって重要な一歩だと述べ、経済的にも両国の雇用に貢献するとの見方を示した。今後は、来年2022年の年頭から、日本とイギリスとで、双方の次世代戦闘機に向けた機関部の実証機製作に取り組み、まず、実寸大の実証機を開発していく方向性であることが、今回のロールス・ロイス社からの発表内容から見て取れる。イギリス側では、こうした一連の日本との機関部の共同開発に対して、第一段階で約45億円、続く第二段階で約304億円の費用を投じて、この計画を推進するとしており、世界でも優位性のある機関部開発を目標に掲げている。一方の日本側でも、現岸防衛省が2022年度の予算案の中に約858億円の次世代戦闘機開発費を盛り込んでいることを発表しており、金額の額面だけを見れば、イギリス以上にこの計画に初動の費用を投入していることが伺える。現行の F2 戦闘機をめぐっては、2035年前後での退役開始が見込まれていることから、日本の次世代戦闘機は、その時点での実戦配備を行う予定で、開発が進められており、昨年2021年末に、三菱重工業者を主幹企業とする開発体制が打ち出されていた。F2 戦闘機は、2000年から実戦配備が行われた機体だが、当時の日本には、戦闘機用の機関部の開発能力がなく、すべてを自国開発することが不可能だったことから、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとした経緯がある。しかし、最重要な機関部の国産化が果たせなかったことは、以後の F2 戦闘機の仕様変更等に自由度を確保することができず、代替する次世代戦闘機に関しては、こうした事態の回避のため、機関部の国産化が悲願となっていたとも言える。そうした状況下で、日本の IHI 社は、2010年から次世代戦闘機に向けた新型機関部の開発に着手し、XF-9 として試作機1機を完成させて、2018年6月に防衛装備庁にこれを納入しており、その後、各種の性能テストが行われた。これらのテストで IHI 社が開発した XF-9 は、いわゆるアフターバーナー仕様で推力15トン、未使用時でも同11トンとアメリカ空軍の第5世代戦闘機 F-2 にラプターに搭載されたプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンにも匹敵する数値を記録している。また、XF-9 の空気吸入口のタービン周辺の温度は約1800度にも達する高温に耐えられることが実測されており、この数値も世界的な水準からも極めて高いレベルにあることが証明されたといえ、悲願の機関部国産化の目途が立ったと目されていた。このため、F2 戦闘機の代替となる次世代戦闘機用の機関部には、この IHI 社製の XF-9 エンジンがベースとなるものと考えられてきたが、自国でテンペスト計画を進めるロールス・ロイス社の技術力は、さらに先を行くものだと言えるのだろう。もともと、イギリスのロールス・ロイス社は、アメリカのプラット&ホイットニー社、GE 社と伍する西側諸国を代表する三大戦闘機エンジンのサプライヤーの一つだが、特に、エンジン周りの電力関係の分野について進んだ技術を持つと見られている。
戦闘機の分野でも、第6世代機は、各種のレーダーやセンサー、アビオニクス等で、大量の電力を必要とする上に、搭載、稼働するこれらの増加によって、放熱をいかにして行うのかが、課題とされており、その部分で先行している模様だ。ロールス・ロイス社が、テンペスト計画用に、開発を進めている新型機関部は、2000度の高温に耐える能力と、第4世代戦闘機のユーロファイタータイフーンの10倍以上の電力を供給することが可能だとも言われている。それに加えて、各種のレーダーやセンサー、アビオニクス等で大電力を用いることで生じる熱に対し、仕組みは不明なもののロールス・ロイス社の機関部は、それらを再生エネルギーとして利用することで、放熱をも同時に行うものらしい。今後はアビオニクス類に止まらず、兵装面でも、大電力を必要とする装備の実装が考えられることもあり、日本の IHI 社製の XF9 エンジンではカバーしきれていないであろう、その分野での技術、ノウハウの共有に、期待が高まっている。現在、日本の航空自衛隊が運用している F2 戦闘機の数は90機強であり、これを代替する次世代戦闘機も、ほぼ同程度の機体数が調達されることとなると思われるが、この数は、開発に要するコストを考慮すれば、重くのしかかる。イギリスと次世代戦闘機の機関部の共同開発を進めることは、この開発費の負担を、一機あたりで小さくできることにつながるほか、将来的な他国への提供と、それによる輸出もしくは技術供与で、経済的な利得の可能性もあるかもしれない。ただし、あくまで、これは、可能性の次元の話であって、これから本格的に推進される次世代戦闘機計画について、一部の与党議員らの団体のように、他国への武器輸出を前提に考えよというには、クリアすべきハードルはまだ多いと、認識しておくべきだろう。ヨーロッパでは、イギリスが主導するテンペスト計画とフランスやドイツが主導する FCAS 計画の2つの第6世代戦闘機計画が推進されているが、一部で両計画の統合を唱える声が上がるなど、まだまだ先行きは不透明なようだ。今回、日本の次世代戦闘機開発とイギリスのテンペスト計画の接点が増加したことで、ひょっとすると、それらすべてが連動していく可能性もあるのかもしれないが、かつてのユーロファイターの例を見るに、その鉄を踏まないように祈りたい。日本の次世代戦闘機も、イギリスのテンペスト計画も、ほぼ同時期の2030年代中盤での実戦配備を目指しているが、後者は FCAS 計画とほぼ同様の最大で約400機前後と見られる生産数が見込まれており、すでに日本よりパイが大きい。もし仮にテンペスト計画と FCAS 計画が統合されれば、この見込み数は約800機となり、日本の90機を加えた場合には900機にも及ぶ可能性もあるが、このところのフランスの動きを見れば、すんなりと統合は難しいように映る。2021年のフランスは自国製の第4世代戦闘機であるダッソーラファールについて、大国の隙間を巧みに突くセールスに成功しており、ギリシャ、クロアチア、エジプト、 UAE 等に延べ130機弱をも販売しているからだ。フランスのこれらのダッソーラファール130機弱の販売価格の総額は2兆6000億円にも達すると見られており、今後の武器輸出を考えた場合に、こうした利得を放棄してまで、計画の統合に踏み出す決断をするのかは、未知数だろう。
ようやくというか、遅いくらいですが、海上保安庁尖閣部隊に大型巡視船朝月が投入されました。今回は、この尖閣部隊を詳しく見ていきますね。日本も、海洋国で、尖閣ばかりではなく広い範囲で、警備活動をしなければいけません。もっと、大型巡視船が必要になってくるのは、当然の考えですが、政府も、もっと予算を投入していかないと、あと、5年後はどうなるのかも、心配ですね。2022年は始まったばかりであるが、特定海域の状況を伝える報道においては、少なくとも1月4日まで毎日連続して、日本の接続水域に、中国に、船舶の侵入が確認されており、年末年始にもかかわらず、8日間連続を記録している。無論、これは、尖閣諸島の周辺海域の現状だが、国際法に抵触する領海侵犯までには至っていないものの、中国海警局の船舶は複数で接続水域に出没しており、海上保安庁の警備艦艇が連日警告を行って牽制している状況だ。報道では中国海警局の船舶のトン数までは不明だが、一様に機関砲とみられる兵装を施されたものと報じられており、1000トン超級の大型艦であることは、まず、間違いがなく、警備に当たる海上保安庁の方々のご苦労が忍ばれる。2021年12月27日には、日本の岸防衛省と中国の魏国防省とがテレビ会談を実施しているが、その席で、魏国防省は、2022年が日中の国交正常化から50年の節目に当たるとしつつも、中国の尖閣諸島の領有と主権の堅持を主張している。岸防衛省は、中国側が日本の領土、領海である尖閣諸島とその周辺海域に進出していることへの自制を促し、そうした行為が日本を含む周辺国の懸念点であり、台湾をめぐる情勢についても同様に注視すると述べた。こうした点も踏まえて、岸防衛省は、自衛隊部隊と中国軍部隊とが、尖閣諸島周辺海域において、偶発的な武力衝突に及ぶ可能性を避ける目的で、2022年中に日中両国を結ぶホットラインの設置を予定して、魏国防省との会談を終えている。尖閣諸島に関しても、領土的な野心を隠そうともしない中国に対し、日本側の政治的な動きとしては、こうした段階を経た積み重ねによる牽制が重要となるのだろうが、どこまで有効な対策となるのかは、なかなか見えてこない。こうした中国側との対話による事態の収拾に向けた動きと並行して、物理的な尖閣諸島方面の警備体制の拡充も日本政府は言っており、2021年11月には、その代表例と言えそうな大型巡視船、朝月の配備が実施された。巡視船、朝月は、総トン数約7300トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートル、喫水 9.0 メートルの規模を持つ海上保安庁でも、最大の艦艇であり、レ、2名型巡視船の3番艦として、2021年11月12、日に就役している。黎明型巡視船は、1992年の就役当時は、世界最大の巡視船であった、四季島、その発展型である、秋津島の流れを組むものであるが、尖閣諸島を管轄する海上保安庁、第11管区の石垣島には、今回初めて配備された。巡視船、朝月は、この大型の船体に、ふさわしい兵装で、海上保安庁一の重武装を誇り、火器としては、スウェーデンボフォース社製の 40mm 単装機関砲と、アメリカ GE 社製の 20mm ガトリング砲を各2機ずつ搭載している。大型艦である、巡視船、朝月は、
高速警備救難艇と全天候型救命艇と警備艇の3種類の各種用途の小型艇を各2隻ずつ搭載しており、幅広い海上保安庁の水上任務の執行に対応することが可能な艦艇となっている。また、航空機も、ユーロコプター社製の大型の汎用、輸送ヘリコプターである EC-225 シュペルピューマムキータスを、最大2機まで、収容可能な格納庫を完備に備えているが、予算、運用上の都合から、通常は、1機のみの搭載とされている模様だ。こうした各種の小型艇やヘリコプターの運用能力もさることながら、巡視船、朝月が尖閣諸島周辺海域の警備の底上げに貢献しそうなのは、その長大な航続距離を生かした連続航行日数の多さにあると見られている。もともとの巡視船、四季島は一度しか、その任務に従事することはなかったが、それは、フランスから日本へと、原子力発電所の燃料となるプルトニウムの輸送船を長距離護衛するものであり、それを前提に建造された大型艦である。このような特徴を持つ巡視船、朝月の投入以前、すでに海上保安庁は2016年時点で約4000トン級の津軽型巡視船2隻、約1700トン級の国が、身型巡視船10隻による、尖閣領海警備専従体制を整備し、これに従事させていた。しかし、中国側も、2013年には、それまで複数存在していた海上の保安機構を中国海警局として一本化し、武装警察に連なる準軍事組織として強化を続け、保有する船舶も1000トン超級の大型艦を日本の倍以上配備するに至っている。中国側の船舶は近年一貫して尖閣諸島周辺海域への侵入数を増加させてきたが、ことに2016年頃より中国の漁船が先行して侵入した後、これを追う形で中国海警局の船舶が現れる傾向を強め、自国の漁船保護を名目とする狙いがあるようだ。しかも、最近の中国海警局は、4隻を1セットとして投入しているかのような、小規模とはいえ、まるで艦隊行動とも取れる動きを常態化させつつあり、警備を行おうとする海上保安庁の艦艇も対応に苦慮していることが、はためにも明らかである。海上保安庁でも、現在保有している、1000トン超級の大型の巡視船の数をさらに増強する方針であり、具体的には、69隻から8隻増となる77隻にすることを、2024年度を目途に目指しているが、中国側の増加ペースに比して、十分な対策にはなりそうもない。尖閣諸島の防衛が、日本にとって、特別な意味を持つのは、中国側が、そこを、台湾の一部だとみなしているゆえであり、その台湾は、もともと中国のものなのだから、いずれ、中国が、これらの併合を行うことは、当然の権利だと考えているからだ。昨年2021年は、中国共産党の創設から、ちょうど100周年を迎えており、アメリカ軍の一部からも、現在の習近平政権は、これを好機として、台湾の併合に、ここ5年内に踏み出す可能性が示唆されており、台湾をめぐる有事が懸念されている。アメリカ軍も、無論組織体であるために、かつてのアメリカと旧ソ連との冷戦時代のように、ことさらに、敵国の脅威を主張し、自らの存在意義と、予算の確保を図る傾向があることを割り引いてみても、中国の海洋進出は先鋭化し続けているように思える。尖閣諸島については、中国はもちろん、台湾も領有権を主張している状況にあるが、これは、決して従来から、
行われてきたものではなく、1960年代終盤に国際連合の関連機関が海底油田の存在を示唆して以降の動きである。そもそも第二次世界大戦後の尖閣諸島は日本の沖縄に含まれるためにそこに駐留するアメリカ軍の統治下に置かれたもので、久場島と大正島には同軍の実弾射撃や爆撃を行う訓練場が設けられており、これを裏付けている。これら、尖閣諸島の久場島と大正島のアメリカ軍の訓練場としての使用は、1979年以後は行われてはいないが、1972年に沖縄がアメリカ軍の統治下から日本政府に返還された後は、それに伴い日本の施政下に戻ったと解釈できる。ただし、アメリカ政府は、尖閣諸島の領有権については、政治的に明言することを回避しているとも言え、仮に領有権をめぐる争いがあった場合でも、当事国同士での穏便な解決を希望すると述べるに止めるなど、狡猾な外交姿勢を見せている。日本政府の尖閣諸島に対する見解は、一貫して領土問題自体が存在したことがないというものだが、中国側の近年の動きは、さも昔からその領有権をめぐって日本との間で争いが継続されてきたかのような印象を世界に流布することが狙いなのだろう。防衛省も、ついに、レールガン開発に22年努力を入れてきました。研究費を65億円との破格の予算を計上しています。今回は、このレールガン開発を詳しく見ていきますね。アメリカも断念しているのに、日本がどれくらいまで開発にこぎつけているのかもまた、気になるところです。いやもう完成しているかもしれませんね。さらなる省電力化や軽量化を目指しているのかもしれません。2022年に入っても、中国海峡局の艦艇による尖閣諸島周辺の日本の接続水域への侵入は、やむことなく、1月9日までで13日連続を記録。同海域を管轄する海上保安庁第11管区海所保安本部の巡視船による監視活動が継続されている。こうした中国海峡局の船舶の後ろに控える増強著しい中国海軍の存在もあって、日本の近年の防衛面の中心は、こうした南西諸島方面への対策に重点が置かれ、新たな部隊配備や装備の拡充が進められている。これらの中で、大きな動きだけでも、陸上自衛隊への水陸機動団の設置と、佐世保への配備、12、敷地対艦誘導弾の南西諸島への展開、海上自衛隊の護衛艦、出雲、や、加賀、の航空母艦化など、非常に多岐にわたっている。
そうした最中、日本を代表する経済誌である日本経済新聞は、1月5日の紙面に、中国軍への抑止策として、防衛省が推進している次世代兵器、レールガンを取り上げており、軍事関係者以外にも、これが注視されていることを伺わせた。レールガンは、従来の一般的な火砲と大きく異なり、砲身から火薬の圧力によって砲弾を発射するのではなく、物理学でローレンツ力と言われる電磁気の力によって砲弾に相当する金属を高速で打ち出す兵器である。日本の防衛省では、このレールガンの開発費用を令和4年度の防衛予算の概算要求にも、2020年代中を目途に実用化する計画として、65億円を計上、新たなミサイル防衛の手段の一つとして推進していく方向のようだ。日本のミサイル防衛といえば、北朝鮮に象徴される従来型の弾道弾型ミサイルに対しては、イージス護衛艦が搭載する迎撃ミサイルに加えて、陸上から運用するイージスアショア導入ができなかった経緯がある。この時は、イージスアショアのブースター部分の落下地点の安全性が担保されないことが理由で白紙撤回されたが、それによって、2022年現在でも、海上自衛隊が8隻しか所有していない、貴重なイージス艦の行動は制約されたままだ。そうは言ってもそれを厭わなければ、従来の弾道弾型ミサイルに対しては、対処が可能な体制にはあったわけだが、近年では、単純な軌道の弾道弾のみでなく、北朝鮮側も、ロフテッド軌道の新型ミサイルを開発するなど脅威度は増加している。加えて、近年最も警戒すべき中国軍は、ロシア軍と同様に、極超音速兵器の開発と配備を進めてきており、これら、極超音速兵器は、音速の5倍以上の速度に加え、飛翔する軌道を変化させられるため、迎撃が非常に困難と言われている。こうした、極超音速兵器に対して、レールガンも、秒速 2300km、音速にして、約6倍の速度での砲弾の射出が可能であり、連続発射が伴えば、それらに向けた、有効な迎撃兵器となり得る点から、注目されている。このレールガンの音速の6倍という速度を実証したのはアメリカ海軍でのテストであり、同軍では2005年より BAE システムズ社及びジェネラルアトミクス社と共同で開発を続け、その中のテストでその数値を記録したものだ。しかし、2021年5月に明かされたアメリカの2022年度の会計予算案の中では、このレールガンについての費用は計上されておらず、これは、事実上、アメリカ海軍が、レールガンの開発を断念したものと解釈されている。レールガンの開発は、中国軍でも推進されていると見られてきたが、同分野の実用化に、最も近いと思われたアメリカ海軍が、それに予算を計上していないことは、同兵器の有用性に、大きな疑似が生じた証左だと見る向きも多い。アメリカ海軍がこうした動きを見せた背景には、レールガンがその迎撃対象とした極超音速兵器の進歩に対して射程距離において大きく劣ることが最大の要因だと考えられており、有効な迎撃能力を発揮できないと判断されたのだろう。これについて、日本の防衛省は、アメリカ海軍とは、真逆の判断を下したと言えそうで、こうした先進兵器開発の分野において、日本が、独自の開発に、目途をつけられるのか否かは、今後の兵器開発を占う上でも、非常に、大きな意味を持つ可能性がある。レールガンは、前述のように、電磁気の力によって、砲弾を射出する構造であるため、通電が容易で、かつ堅牢な素材の使用が不可欠であり、日本が持つ、
そうした素材と要素技術をいかに融合させられるかにかかっていると言えよう。2021年9月に、日本の防衛省が公開した、令和3年度、事前の事業評価によれば、そこには、将来レールガンの研究というタイトルで、開発を目指す内容が謳われており、レールガンの位置づけを知ることができる。そこでの、レールガンは、敵の極超音速兵器に対する、対空迎撃兵器としてだけでなく、対地攻撃、対艦攻撃までも、視野に入れた兵器であるとされており、ある意味で、汎用的に、各種の用途に使用可能であることが、施行されているようだ。将来レールガンの研究では、まず、第一に、敵の極超音速兵器への迎撃を、レールガンに求めており、イメージ図によれば、護衛艦に搭載された、レールガンが、VLS の対空ミサイルとの併用で迎撃能力の多重化を担うものとされている。ここでは、護衛艦に、従来の火砲の代替兵器として、レールガンを搭載し、理論上では、火砲の砲弾よりも、高速度で、長射程となる利点を生かし、極超音速兵器の迎撃を担うもののようで、連射の速度が問われることになるだろう。続いて、対艦攻撃へのレールガンのプラットフォームとしては、極超音速兵器と同様の護衛艦に加え、陸上の車両への搭載イメージが描かれており、現行の人に敷地対艦誘導弾等と似たような移動可能な車両での運用が想定されている。ここで興味深いのは、レールガンから放たれた高速度の砲弾は、目標とする敵艦艇を浮かせてすると表現されている点であり、それ以上の説明はないが、砲弾自身の質量とエネルギーによって、敵艦艇の無力化を狙っていると思われる。かつての第二次世界大戦時のように、艦砲での攻撃にさらされる恐れが減少した近代では、軍艦といえども装甲は薄くはなっているが、かなり軽量で小型である、レールガンの砲弾の貫通で、艦艇を撃沈するのは、至難の業だとは感じられる。対地攻撃については、イメージ図への記載もなく、いかなる原理で攻撃に使用するのかも、不明となっており、対艦用途と同様に、策略を用いない攻撃方法を、起としているのか否かも含めて、防衛省側の構想は、伺い知れない。こうした追艦、対地攻撃用の、具体的な有用性もさることながら、そもそも、レールガンは、膨大な電力を必要とする、構造上、既存の火砲やミサイル等と比較して、兵器として、確実な威力を担保できるかどうかが課題となっている。新機軸を多用しすぎて、わずか3隻の建造に終わったズムボルト級駆逐艦や、この2022年に、ようやく電磁式の並走用エレベータの全稼働によるジェラルド・R・フォード級航空母艦の本格運用に着手したとみられるのがアメリカ海軍だ。そうした苦い経験から、レールガンの優位性を見出せないと、アメリカ海軍は判断したものと思われるが、日本の防衛省が研究、開発の継続を選択した理由には、これらをカバーするアイディアがあるのだと期待したい。
衛省が近頃発表、馬毛島の基地整備を本格化する計画に、3000億円の予算を計上している。今回は、馬毛島のイメージ図をもとに、詳しく見ていきますね。地元では、かなりの反対との報道がなされているが、実際は、極小数日前とも待ったなしの状況を理解するべきです。ですが、地元の不安も理解できますよね。中国の脅威が増している今は、話は別です。2021年12月24日、現岸田内閣は、鹿児島県の離島、馬毛島に対する、在日アメリカ軍、及び自衛隊の拠点整備について、これに要する費用を含んだ2022年度の予算案を閣議決定、本格的な道東の整備開始が報じられている。行政区分上の馬毛島は、鹿児島県の西の表市に属している、事実上の無人島であるが、防衛省が、元の所有法人である、ダストンエアポート社から、およそ160億円の費用で入手したのは、2年前の2019年12月のことだった。このように、防衛省、国側が馬毛島を入手した後、道東を行政区分上管理する西の表市では、反対派の市長が選挙で当選したため、問題が複雑になってはいるが、今回、予算的な裏付けも含めて、計画が前進したと見てよいだろう。馬毛島は、アメリカ海軍の航空母艦が、神奈川県の横須賀基地に入港した際に、その艦載機の搭乗者の技量を維持するための FCLP、陸上での離着陸訓練を行う現行のよう、等の代替地として、2007年頃より浮上していた島だった。その2007年頃から、前述の購入決定の2019年まで、全所有企業との西の表市、防衛省らとの間で、様々な紆余曲折はあったが、なんとかここまでたどり着いたというのが、これまでの経緯を横目で見てきた、正直な感想である。今回の閣議決定で、馬毛島の整備費用として計上された総額は、3183億円となっており、2本の設置が予定されている、滑走路や航空機の、駐機設備や燃料貯蔵庫、管制塔や通信設備、艦艇用の港湾整備など、多岐にわたっている。ただし、これらの完全な整備は、今回予算化された、3183億円の費用でも完了しないことが、予想されており、今後も、追加予算の投入が必要となるものとみられ、適宜費用面について高騰しないかどうかには留意すべきであろう。そして、今回決定された3183億円の予算の中には、在日アメリカ軍に向けた FCLP、陸上での離着陸訓練の移転先であることから、その再編に関わる地方自治体への交付金41億円も含まれており、これも注目を集めている。この在日アメリカ軍の再編に関わる地方自治体への交付金は、今回、馬毛島を行政的に管轄する西の表市をはじめとして、近隣の中、種町、南種町が対象となっている。日本国政府としては、現時点の2021年12月では、この3市町村への交付金の具体的な分配額や交付の時期について、まだ公表できないとしているが、過疎化の進む自治体にとっては、これによる活性化に期待する人々も多そうだ。もっとも、馬毛島の在日アメリカ軍、及び自衛隊の拠点整備に反対する人物を市長に選出している西の表市については、今後これをめぐっての政治的な攻防の発生も危惧され、スムーズに進行しない恐れも懸念される。さて、それでも、馬毛島への移転が進められている、在日アメリカ軍向けの FCLP、陸上での離着陸訓練だが、これが日本で行われるようになったのは、1973年に、当時のアメリカ海軍の航空母艦、
ミッドウェイの艦載機が初めてである。ミッドウェイは、神奈川県の横須賀を、事実上の母港としたことで知られ、これ以後現在に至るまで、横須賀は、世界で、唯一、アメリカ海軍の航空母艦が、国外で母港とする拠点となっており、日本の特殊性を忍ばせるものだろう。そもそも、アメリカ軍が、FCLP、陸上での離着陸訓練を行う理由とは、水上戦闘艦艇としては、非常に、大きな航空母艦であっても、離着陸に使用できる、飛行甲板の長さは300メートル前後と短く、その実施には、高い操縦技量が必要となるためだ。これの航空母艦艦載機の搭乗者の高い操縦技量を維持するための訓練が FCLP 陸上での離着陸訓練であり、航空母艦が港に寄港中で実地での訓練ができない場合でも絶えず離着陸の訓練を行う必要性から実施されている。特に実施頻度が多くなるのが航空母艦の出航前の時期とされており、日本では前述のように、1973年頃より、航空母艦、ミッドウェイの横須賀寄港時に、同じ、神奈川の厚木基地で実施が始まったが、当初より騒音が問題視された。FCLP、陸上での離着陸訓練の中でも、NPL と称される夜間の離着陸訓練が特に周囲の静かさに比して騒音の大きさが問題視され、これは青森県の三沢基地、山口県の岩国基地、東京の横田基地でも同様に社会問題となる。そのために2001年以後はこれら三沢、岩国、横田の3基地での NPL は中止され、1991年には、厚木基地で行われていた同訓練の一部を、小笠原諸島の硫黄島での実施に移すが、全面的な廃止には至らず、騒音問題は残っていた。アメリカ軍側としては、厚木基地から硫黄島までは、片道でも、約 1000km もの距離があることから、搭乗者の、疲弊や移動に要する、時間的、経費的なロスを問題視しており、すでに1980年代中盤から代替地の要望が出されている。その後、在日アメリカ軍の再編成に伴い、2017年8月以降には、横須賀に航空母艦が入港した際の艦載機の受け入れ先には、山口県の岩国基地が充当されるようになり、ここから、オイオトウまでは、さらに距離が伸びることとなった。そのため、岩国基地からは、およそ 400km ほどと近い馬毛島が、最適な候補地として浮上し、日米双方の利害関係を、最大公約数的に解決できる代替地として、今に至っているというのが、これまでの日本での FCLP、陸上での離着陸訓練をめぐる、大まかな流れである。ちなみに、アメリカ本国では、バージニア州のオシアナ海軍基地で、航空母艦艦載機による FCLP 陸上での離着陸訓練が実施されているが、F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットに主力戦闘機が変わって、以後騒音が増加したとして、日本同様に問題化している。アメリカ海軍は、住民らからの騒音への苦情に対し、やはり、代替地での FCLP、陸上での離着陸訓練実施に移管することで対応しようとしているが、個人的には F-14 トムキャットより FA-18 ホーネットが格段にうるさいという点が気になってしまう。厚木基地の騒音問題については、住民らが複数の裁判に訴えており、裁判では FA-18 ホーネットの爆音のうるささや日本国の管理責任については認めるも、日米安全保障条約に基づく関係上からアメリカ軍の行動は制限不能との判決が行われている。これらの経緯をたどってみても、
事実上の無人島である、馬毛島が、厚木基地よりも、FCLP、陸上での離着陸訓練の実施場所として、理にかなっていることは明らかであり、今更のように、自然破壊等を持ち出す、情緒的な反対論には、説得力がない。あくまでも、馬毛島や日本国内でのアメリカ軍の FCLP、陸上での離着陸訓練に断固反対だというのであれば、アメリカの航空母艦の持つ、戦闘力を自衛隊が代替するだけの別の戦力を保持する方法を模索するしかないように思える。すでに、厚木基地の裁判の判例で示されたように、ある意味非常に強権的で残酷なように聞こえるかもしれないが、国と国とが締結した条約の方が、個人の騒音問題よりも上優先されることは、国家の施策として認めると、結論は出ていると言えるだろう。コロナウイルスのニュースに隠れて報道頻度が少なくなっていますが、中国の南西諸島領海への侵入は毎日のように繰り返されています。中国だってコロナウイルスの再感染が広まっているはずなのに、巨大人口を背景に次々と艦艇を送り込んでくるのには全く辟易しますよね。日本はこんな中国への抑止力を強化する目的でミサイル部隊の離島4島への配備計画を発表しました。今回は、このミサイル部隊について見ていきたいと思います。最近、中国は、九段線という地図上の線を持ち出し、南シナ海における海洋権益を一方的に主張し始めました。それどころか、南シナ海の島々の実効支配を確立するために、陸上基地の造成まで進めたのです。中国の海洋進出は、今に始まったことではありませんが、ここ数年露骨に強引なものになっていますよね。経済大国として、自信がありふれているから、怖いものはないということなのでしょうか。ところで、この九段線ですが、誕生は70年ほど前の1953年、昭和28年まで遡ります。当時、中国大陸は毛沢東、瓜立いる共産党が支配し、共産党との権力争いに敗れた蒋介石は、国民党と共に台湾に渡り支配していました。大陸に中華人民共和国が、台湾には中華民国があり、対立していたのです。そんな中で、この2国が、南シナ海に、勝手に線を引きました。その線が九段線で、それぞれの権利を主張したものでした。その九段線を今になって持ち出し、南シナ海の領有権を主張するのですから、中国もなりふり構わなくなってきているのかも、知れませんね。しかし、九段線そのものが、
台湾と中国との間の取り決めですから、それを根拠にするということは、台湾を他国として認めているという前提になりませんか？九段線についての中国の主張は、諸刃の刃になりかねないとも感じられます。さて、日本と中国の関係ですが、言わずと知れた、東シナ海の尖閣諸島領有権問題ですよね。日本領なのですが、接続水域や領海に侵入する中国海峡の艦艇と、海上保安庁の巡視艇との激しいせめぎ合いが何度も何度も発生しているのです。それだけではなく、中国は台湾にもちょっかいを出しています。九段線のところで説明した通り、歴史的に対立している台湾は、中国にとっては目の上のたんこぶもしくは喉に刺さったトゲのようなものでしょう。台湾は自国領と声高に主張していましたが、近年は実力行使に出ているようです。台湾の防空識別圏に中国軍機が侵入して、挑発行為に及ぶことは一度や二度ではありません。覇権主義の中国の果てしない野望と、それに対抗する日本、アメリカを中心とした西側諸国も軍事的活動を展開するので、南シナ海、東シナ海、フィリピン海など西太平洋全般が一触即発の緊急事態を迎えそうな状態になっているのです。中国が海上に勝手に作った防衛ラインは九段線だけではありません。第一列島線という言葉はご存知でしょうか？中国が対アメリカを想定して東シナ海に設定した防衛ラインのことです。その中には九州南海上から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島などが含まれているのですが、一般にはあまりというより、ほとんど知られていないでしょう。中国が勝手に作った線ですが、それを前提条件に考えると、万が一アメリカと対決することになったら、中国は日本の領土である南西諸島を防衛ラインとして死守し、その内側に、アメリカ軍、日本の自衛隊の艦船、航空機などは侵入させないと宣言していると同時ことなのです。何回も言いますが、南西諸島は日本の領土です。勝手に他国の領土を防衛線に決めたということは、中国がアメリカと戦闘状態に陥れば、日本の島々を中国軍基地として占領し、アメリカ軍を阻止すると公言しているようなものです。先日も中国海軍とロシア海軍の艦艇が日本海から津軽海峡を通り抜けて太平洋に出た上、これ見よがしに航行し、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過して九州の大隅海峡を抜けて東シナ海に入るといったデモンストレーション航海が行われました。日本は海域の広い津軽海峡と大隅海峡は国際海峡として公海部を設定しています。なので、その公海部分を平時に外国艦艇が通過することは承認していますから、中国海軍とロシア海軍が通過したのは法的にも全く問題はありません。といっても、日本の近海を他国の軍艦が通過するというのは気分のいいものではありませんよね。二つの海峡には一般の船も航行しているわけですから、武器を備えた軍艦を間近で目にした乗組員の心情を想像すると薄気味が悪いです。この二国の行動は日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクワッドやアメリカ、イギリス、オーストラリアのオーカスなどの対中国共同包囲網のような新しい安全保障の枠組みに対抗したものと考えられます。しかし、タイミングが悪かったのか、中国、ロシアはそれを狙っていたのか、日本は衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇公開は話題にはなりませんでした。といっても、当事者である防衛省と政府は、着々と対策を講じていて、防衛省は、現在陸自に配備されている人に、
石基地対艦誘導弾の長射程化開発を急がせているそうです。この人に石基地対艦誘導弾というのは射程が百数十キロメートルと長く重ね、装輪車両に乗せた発射塔から発射できるミサイルで、移動しながらの運用が可能なミサイルです。このミサイルを運用する部隊を南西諸島に配置し、押し寄せるだろう中国艦隊に備えようとしており、最終的には有効射程を 1500km まで延伸させ、地対地ミサイルとして中国本土の基地も射程に収めようとする計画があるとも推測されているのです。防衛省は2020年に新しくミサイル運用部隊を編成して南西諸島への配備を開始スタートします。2019年3月には奄美大島、2020年3月には宮古島、2022年には石垣島にそれぞれ部隊を配備して、30万1302両ミサイル中隊をその指揮下に編入する計画を立てているそうです。こういった動きの中で、肝心の奄美大島地元住民の反応ですが、いまいちらしいです。ここは、安全保障の最前線とも言うべきところなのですが、300日対艦ミサイル中隊が配備された、瀬戸内分田室地では、この島が安保最前線と言われても、現実感はないと、ミサイル部隊配備への警戒心が、ほとんど感じられません。逆に、歓迎ムードの方が強いのです。というのは、部隊配備による経済効果が大きく、奄美市、瀬戸内町の建設会社のうち延べ58社が、147億円の受注をもらえたことで、人手が、不足の声が上がるくらい、地元への還元が大きいようです。しかし歓迎する声だけではありません。一部の地元住民は、ミサイル基地整備への不安を訴えています。基地があれば攻撃目標になって、島にミサイルが撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などもあるかもしれないと、警戒する意見も存在するのです。確かにこういった反応は、アメリカ軍や自衛隊が、新たに基地を作る場合には、必ず出てくる話ですが、基地がなければ、島の住民は、安心安全で過ごせるのかといえば、残念ながら決して、そうとは言えません。なぜでしょうか。中国は、奄美大島も含む南西諸島を、アメリカに対する防衛線とみなしていますから、有事の際には、これらの島々に先制攻撃をして、占領することは明らかです。ということは、基地の有無に関わらず、中国軍の基地を、造成可能な面積のある島は、すべて攻撃対象になる、ものと考えなければならないということです。前述の西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動できますから、万が一の場合には、人里離れた山岳地帯などに移動して、敵の攻撃から自衛することは、中国軍も熟知しているはずです。基地や駐屯地へ多少の攻撃があったとしても、一般人の生活圏へ大々的に攻撃することはないだろうと見られています。基地に反対する南西諸島の人々は、基地があるから攻撃されるのではなく、この島々が中国にとって戦略上、本土防衛のためにも絶対必要な場所だからこそ、占領しようと攻撃してくるのだと理解してもらいたいと思います。日本列島が移動できれば良いんですけどね。もう少し中国や韓国、北朝鮮から離れていたら、日本文化の形は違っていたかもしれませんが、太平洋戦争の形も違っていたのではないかと思うのです。
というか、やっと、日本の防衛費予算も、1% を超えて、予算案が提出されるようになってきた。対中国を、念頭に、奥にはちょっと少ないと考えるのは私だけでしょうか。今回は、この22年度防衛費予算案を、じっくりと解説していきます。2% に当面した方が、開発費や建造費など、隊員への給料も上がっていきます。防衛費は日本は少なすぎたと言うべきです。数年前までは、こんな話はできなかった。政府は、2021年12月24日の閣議において、2022年度防衛予算を5兆4005億円とすることを閣議決定し、すでに先に行われた臨時国会において、成立済みの2021年度補正予算7738億円との合算で、6兆1744億円と初めての6兆円台となることが分かった。これによって、2022年度防衛予算は、過去最大とされてきた2021年度防衛予算を上回り、国会で成立すれば、10年連続で対前年を上回ることになるほか、対国内総生産、GDP 比は 1.09% となる。政府が24日に決定した2022年度予算案には、デジタル庁予算に計上される318億円が含まれるなどで、前年度から583億円の増加となっており、防衛省では、来年度に予定されている中期防衛力整備計画の見直しを見据えた上で、今回の防衛費増額を、今後さらに増額するための布石と捉えているとされている。近年における中国の軍事力増強拡大を受けて、防衛省においては、防衛力強化加速パッケージと称して、2021年度補正予算と2022年度予算案を一体化させた上で、16ヶ月予算として予算案を編成して、防衛費を大幅に増額させている。この16ヶ月予算において、これまで 1% 以内として抑えられてきた対 GDP 比が 1.09% になることについては、2020年9月の自由民主党総裁選において、高市早苗政調会長が、防衛費を欧米諸外国と同等に考えるならば、対 GDP 比で 2% とすべきと発言しているほか、10月に実施された衆議院議員総選挙においても、自由民主党の公約として、防衛費を対 GDP 比 2% とすることも、念頭において増額を目指すと織り込まれていたことに由来している。かつて、防衛省では、対 GDP の 1% 以内に制限されてきた、防衛予算確保のために、補正予算を活用しており、金額が大きい装備品を複数都市契約として、その支払いを補正予算で前倒しして、実質の防衛費を増額させており、これは、第二次安倍政権発足の2012年以降に、防衛費積み増しの手段として行われてきた。ところが、今回の2021年度補正予算において、岸田政権は、そのような予算の前倒しのみならず、新規に購入する装備品までをも計上しており、そのために、2021年度補正予算が、7738億円にも膨らんで、過去の最大額を3000億円も上回ることになったのである。そして、岸田首相は、防衛省が5年間に購入する装備品や予算を定めた中期防衛力整備計画、中期防について、2018年12月定められ、2023年度までを対象としている31中期防を見直す方針を発表しており、政府と防衛省では、今回の増額を基調として、対中国を見据えた防衛費増額につなげたい考えであると見られている。今回公表された予算案では、装備購入予算として、航空自衛隊で、アメリカからの導入を予定している F-35、ライトニング2を、
通常離着陸型の F-35A を8機、また、海上自衛隊の護衛艦、いずも、型の艦載機として予定されている、水垂直、短距離離着陸型の F-35B を4機購入する費用として、1278億円が計上されているのが目立つが、アメリカ軍の再編に向けた関係費用が、前年から見て、ほぼ倍増して、5590億円に及んでいるのが、注目されている。これは、これまで、アメリカ海軍の空母艦載機が、はるか、遠方の小笠原諸島の洋島で実施していた、陸上空母離着陸訓練、FCLP を、日本近海で、実施可能とするため、鹿児島県の種子島に、近くにある無人の馬毛島に、自衛隊基地を整備する計画のために計上された予算で、滑走路や港湾施設などの整備費として、3183億円が計上されたことが大きい。この馬毛島に整備する飛行場については、航空自衛隊も使用することになり、現在空母化改修が進められている、出雲、型護衛艦に、艦載予定の F-35B の FCLP 訓練施設としても期待されている。その他に、今後退役が予定されている F2 戦闘機の後継機種である、次期戦闘機研究開発費として858億円、中国やロシアが開発を進めている、極超音速誘導弾など対するレーダーの追尾、識別能力向上のための、研究開発費に40億円、そして、敵基地攻撃能力保有のために、陸上自衛隊が現在運用している、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上ための研究開発費が393億円など、研究開発費として2911億円とされているのが特徴的である。この中で、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上については、岸田政権、が掲げる敵基地攻撃能力として、敵の射程圏外から攻撃可能なスタンドオフミサイルとして期待されており、国会での敵基地攻撃能力保有の是非についての議論に先駆けて開発が進められることになっている。当面の開発目標としては、1蓋式地対艦誘導弾の現 200km 程度とされている射程距離を、900km まで延伸させることとされ、これらを南西諸島へ配備することで、中国の空母艦隊を牽制することである。そして、さらに、2025年度に開発を終える予定の地上発射型のみならず、2026年までに艦船発射型、2028年までに航空機発射型として、発射プラットフォームの開発を急ぎ、敵基地攻撃能力の根幹とする方針とされているほか、射程距離を 1500km まで延伸させて、中国に対する抑止力として運用するとみられている。岸田首相は、臨時国会における所信表明演説で、敵基地攻撃能力も含めて、あらゆる選択肢を排除せずに、現実的に検討するとして、長射程ミサイルの開発も、その一環であることを示している。その他には、尖閣諸島や南西諸島の近海を中心に、日本周辺海域において、盛んに挑発的な航行を繰り返す、中国海軍の空母艦隊や、潜水艦の動きを監視するために、潜水艦探知性能に優れた P-1 哨戒機3機の導入を決め、その費用として、補正予算も合わせて776億円が計上されている。さらには、海上保安庁の負担を軽減するために、パトロール任務に特化して、少人数で運用可能な哨戒艦の設計の着手費用や、中国海軍の原子力潜水艦などのオトモンを収集するための音響測定艦1隻を、196億円で建造し、原油の3隻に加えて、4隻体制とする。
このような監視体制の強化と同時に、南西諸島に対する輸送能力の向上も計画されており、海上自衛隊の大型補給艦が接岸できない港湾しか持たない小さな島嶼への輸送を補完するものとして、陸上自衛隊が中型、小型輸送艦の建造費を2022年度に2隻分102億円を計上し、航空自衛隊は航続距離が長い C2 輸送機導入予算を221億円計上している。南西諸島においては、現在、陸上自衛隊が、奄美大島、沖縄本島、宮古島、石垣島に、地対艦、地対空ミサイル部隊の配備を進めているが、全体的に見て、陸上自衛隊の大規模な拠点が少なく、人員が足りないだけでなく、物資の備蓄も不足しているため、有事発生の際には、短時間で、大勢の部隊と、その装備品や燃料、食料などの輸送を実施せねばならないのである。しかも、それだけでなく、島民生活のための、生活物資も、大量に輸送する必要があり、民間の貨物船や貨物機に頼らずに、海と空から、大量の物資を輸送できる、体制づくりが急がれている。